皆さんこんにちは、ぴよゆなです。本日はコストコで購入したオキシクリーンを使ってワイシャツの汚れを取っていきたいと思います。はい、ターゲットは夫のワイシャツです。こんな風に襟のところにね、黒ずんだ汚れがかなりついていて、もう何をしても取れなかったので捨ててしまおうと思って、もうずっと丸めていました。早速やっていきますが、お湯の温度をまず60度に設定します。この温度がね、オキシクリーンが一番働きやすいというふうに言われています。お湯が張れましたら、付属のスプーン1杯オキシクリーンを入れていきます。量としては10リッターにつきすり切り1杯というふうに言われています。まあ何でもいいんですが、混ぜるものでよく溶かしてください。粉がね、そこに沈んでしまうことがあるので、まんべんなく溶かしていきます。そしてここでようやくオキシ漬けということで、まあ、一番汚れがひどいところから先につけていって、あとは全体的に浸す形で私は入れていきました。はい、このまま1時間放置しておきます。1時間経ったら、少しね、気になるところをこすり洗いしていきます。この時点では正直汚れが取れてるなっていう感じはありません。こすり洗いできたら、さらにもみ洗いをしていきます。はい、そして絞ってだいたい水気を落としたら洗濯機に入れて、あとは普通にね、洗濯を回していくだけで OK です。はい、こんな感じで仕上がりました。まあ完璧に真っ白とまではいかないですが、やる前と比べると一目瞭然、とっても綺麗になっています。もう少しね、長い時間つけたらもっと効果があったかなと思いました。皆さんもぜひやってみてください。よろしければチャンネル登録、高評価もお願いします。以上、ぴよゆなでした。バイバイ。